こんにちは、元住吉直です。今日話したいことは、検索の質が下がってるんじゃないかみたいな話。世の中のさ、検索の質が下がってる説ってあるじゃないですか。あれどうですかねっていうことですよ。検索のなんかネイバーまとめ的なものが引っかかりまくって、あんまり あれなんじゃないかみたいなさ、話があるじゃないですか。まとめサイトとかが多くて、でも思うに、元住吉七尾的に思うにはですよ、全然昔より検索の質高いっていうか、そもそもネット上の情報が多いので、そう、ネット上の情報が多いので検索のによって得られる情報ってものすごい多いと思うんですよね。なんだろう、ずっと威力だね、この人ね。90年代のさ、例えば90年代のインターネットとかをインターネットとかを考えるとさ、全然いいでしょって思うんですけど、どうですか皆さん。これどうすんだろうな。方角を左に変えたい気はするんですよね、攻撃の。でもなんとなく角の頭を狙いに行こうかな。どうしようかな。だって昔のさ、インターネットの時代だと角出てきたらどうなるの。まあなんとかなるか。昔のさ、インターネットだった、例えばさ、映画何、どの映画館で何やってる的な情報って、ああそっか、飛車先逆襲してこようっていうことか。なるほどね。まあいいか。よいしょ。よくわかんない。そうだ、インターネットでさ、映画の情報とかっていうのも全然こうあれだったじゃないですか、昔は。勝手サイトみたいなのがあって、人力でさ、映画を何がどこでやってるみたいな情報をさ、探ったりとかしてたよ。これおかしいかな。ふむふむ。ふむ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 ですね。えい。わかんない。なんか負けそう。なんかすでに作戦負けっぽい雰囲気がしてますが、玉の硬さで勝負ですね、こんなの。そう、ウィキペディアだってさ、昔とか全然なかったでしょ、ウィキペディアみたいなサービス。そういうのを考えていくと、なんか本当に検索の質下がってんのかなとか。でまとめサイトがなんか必要な情報がないみたいな話もあるんだけど、本当になかったら本当になかったらさ、あれでしょ、あ、これ系統ってから取り込みでもわかったのかな。まあいいや。とりあえず一回打って、引退をしておこう。系統ちゃう。
さあ、ここでなんかかっこいい手が指したい。桂馬を打つ。わかんない。とりあえず叩いてみよう。ていてい。えい。さあ、これでどうか。というわけで、なんか、あれだよねっていう。でさ、昔の方が濃いサイトがたくさんあったみたいな話あるんだけど、その濃いサイトとやらはさ、そもそもその濃いサイトとやらは、果たして人が求める情報だったのかっていう問題があるじゃないですか。そこはかなり怪しいよねって思います。ちゃいけないやつ？そうそう。で、一応検索で上位に上がってくるってことはさ、大体の場合は、人が求めるものっていうのは、Google のアルゴリズム的にね、人間が求めるものが上がってきてると思うんだよね。どうしようどうしよう。やることがない。桂馬を取るか。いや、香車を一回取っとこう。香車を一回取っといて。飛車を打ってきた。飛車を打ってきたね。ディア。一回格闘技に行ってみよう。で、将棋指しながらさ、話すのってなかなか難しいよねっていう話もありますよね。喋り難しいですよね。将棋喋りながらとね。いつもだったらここまででさ、バサッと切っていいんだけど、ここでバイバーイっつって終わりでいいんだけど、将棋指してるとさ、将棋終わるまでなんか話し続けなきゃいけないっていうことがあったりして。何これ？サーバル、何これです。どうしよう。桂馬とか打っとく？そうね。昨日もさ、メルヘンメドヘンの話をしたんだけど、メルヘンメドヘンが、なんかあの言い方だとさ、ずっと作画崩壊してるんじゃないか、アニメみたいな、風に、乱れがちなんですけど。どうしよう、これ一回受けた方がいいのかな。金は動かせないよ。受けるなら金打つんだけど、そうじゃないよね。詰めろかけたい。詰めろがかかる手は、どうなんだ。馬切って同玉なら桂なっていいような気がするけど、桂なって同玉、馬切って、
手は入る？わかんない。書くとこ書く。これは詰めろだ。さすがに詰めろだ。一手詰め、一手詰めを狙おう。わかりやすくいこう。これねさ、いやメルヘンメルヘン旧あの元の1話とかさ、すごい作画良かったんだよ本当は。なんだけど途中でさ作画崩壊とかが起こって、それで普段録画で見るんですけど、たまたま夜中起きてさテレビつけたら、なんかメルヘンメルヘンみたいな感じのアニメだけどすげえなんかやばい作画のやつやってるって思ったらメルヘンメルヘンだったっていうね話があってさ、おーそれすごかったよね。ちょっと驚きましたね。金を下から打つと、金を下から打って同金、同金同馬同玉、まあいいや、言っとけ言っとけ、分からんけど、これ銀の竜で取ったらどうなんだろうな。馬切る方がいいのかな。馬切るか竜切って金を打たれるんだけど、どうまで OK だろう。銀持ってっから OK だろう。まあそんなこともありですよ。メルヘンメルヘンはずっと見てましたからね。面白い作品だと思いますよ。金をバツペタッと打って、金をペタッと打って、同金同銀なり、または同竜で勝ち。おめでとう。よかったよかった。勝ちました。よし。ポイントは何でしょうね。やっぱこの、ここでしょうね。3九飛車内に受けない。受けない。攻め潰す。ここでしょうね。はい。ということで。ということでですね。まあ、なんとかかんとか勝ったね。やっぱり、玉が、威力の状態で戦いをね、相手が起こしてくれたんで。そこでちょっと無理やり攻めてなんとかなったっていう感じですかね。まあ、ここで無理やり攻めたとはいえ金得です、あ違うか、金銀交換じゃないね、金桂交換みたいな手合い、小回り、うん、金桂と銀の交換だからね。まあまあまあ十分十分って感じ。これもちょっとのんびりしすぎなのかな。なんかまあこの辺多分ね、ちゃんと強い人だったらもっと厳しい手を連発するんだと思います。または馬を引いて守りに効かせて受け潰すかするんだと思います。ちょっと中途半端かなっていう感じかな。こんな感じです。じゃあね、バイバーイ。